どうもご無沙汰タンゴチブンブンと申します。今回紹介する映画はこちら、世界が引き裂かれる時。こちらの作品、2022年を代表とするウクライナ映画となっております。まず三段性映画祭で監督賞を取って、その後ベルリン国際映画祭のパノラマ部門でエキュミニカル審査員賞を取っているんですよね。でアカデミー賞の国際長編映画賞ウクライナ代表にも選ばれて、まあ、ただノミネートまではいかなかったんですけどね。でまあいろんな世界の映画祭を転々として話題を呼んでいた作品となります。で実は日本でもすでに上映されていて、去年の東京国際映画祭でタイトルクロンダイクで上映されていました。そんな作品が6月17日よりシアターイメージフォーラム他にて公開決まりました。それに合わせて邦題も世界が引き裂かれる時と変わりました。で実は自分去年見ていて、これがすごい映画だったので今回紹介してみようかなと思います。でこの作品、まず実話を元にしたお話です。とで舞台は2014年のウクライナ紛争なんですよね。で場所がですね、ロシアの国境に近いドネツク州グラボベ村という場所があるんですけれども、そこに住んでいるある夫婦のお話です。でまず映画は家の中をぐるっと一周回るみたいな撮影から始まるんですよね。そうすると突然爆発が起きて、気がつくと家の壁がごそっとなくなっている、もう外と地続きな感じとなっているんですよね。でロシア軍がどうやら攻め込んできているらしくって、その広大な大地なんですけれども、そこの見ていると戦車が走っていたりとか軍隊の人がいたりとかするんですよ。でこの映画重要なところは部屋の使い方が非常に面白い使い方をしているんですよね。まあいわゆるその壁がなくなってしまっていると。で夫婦は逃げるのかって思ったらその場にとどまろうとするんですよね。でなんか赤子を産もうとするんですよ。でただその外とつながっているわけですよね。でロシア軍がぬるっと侵入してきたりとかするんですよ。なんか現実が侵食されてしまう感じ、だからロシアがそのウクライナに侵攻していく感じと、その家の中、そのプライベートゾーンがロシア軍に侵食しているところ、そこを重ね合わせていると、そういった描写になっていますと。で、ここが結構多層的になっていまして、まあいろいろ興味深いショットがあるんですよ。例えばこういう場面があります。画像見えますでしょうか。これどういう構図かって言いますと、夫がアンテナ修理のためにはしご登るんですよ。で奥見ると煙が上がっているんですよね。でまあ広大な大地見えると思うんですけれども、その間でその軍隊の人とかが右往左往しているみたいな、もうすぐそばまで戦争が近づいているよっていうのを暗示している、そういった描写となっております。でじゃあこういう状況だから逃げればいいじゃんって思うじゃないですか。でまあ実際に映画進んでいくと、その広大な大地に出るみたいな場面とかあるんですけれども、至る所に死が転がっているんですよ。どこへでも行けそうでどこにも行けないみたいな状況が描かれているんですよね。そういった描き方が非常に怖いなって、もうどこまでも死が続いている。で広大な大地だけれども四面楚歌みたいな感じになってしまう恐怖っていうのが描かれていました。で監督は誰かって言いますと、女性の監督なんですよね。監督がマリナ・エル・ゴルバチさんという人で、
この人はトルコ人の監督とその結婚して長年トルコに住んでたんですよね。夫のメフメト・バハドゥル・エルさんという方と結婚して、トルコでずっと映画制作、なんかテレビ映画みたいなのを作っていて、でテレビの方がそういったアート映画結構売れるみたいな感じで活動していた方なんですよね。で今まで5本ぐらい映画撮っているんですけれども、全てその共同監督夫と一緒に映画を撮っていました。で今回その世界が引き裂かれる時で初めてその単独監督としてマリナさんが、今回手掛けています。夫はプロデューサー業に回っているそうです。専任みたいな感じですかね。で東京国際映画祭の時にタイトル、現代もそうなんですけれども、クロンダイクってなっていました。で、多くの方がなんでクロンダイクなのかなって思うかもしれません。で実際自分も思いました。で調べてきました。なんかウクライナ そのウェブマガジンかなんかでそのインタビュー記事が載っていて、それによるともともとは違うタイトルだったらしいんですよ。日本語にすると交渉、鉱山の鉱に床って書いて交渉って読むんですけれども、なんか天然ガスとかそういったところが濃縮されて埋まっている場所、それにあたる単語を現代に持ってきてたんですって。ただそれだとその海外の映画祭に出した時に全然引っかかんないでしょうと、なんか翻訳する必要があるよねっていろいろ考えた結果、アメリカにクロンダイクゴールドラッシュっていうのがあるんですよね。ドーソンシティにいっぱい鉱山が集まるってあるからって言っていろいろな人がやってきて一攫千金狙うみたいなムーブメントがあったんですけれども、そこから取られているんですって。でクロンダイクゴールドラッシュとなんでウクライナ紛争が紐づくのかって言った時に、クロンダイクゴールドラッシュっていろんな人が一攫千金を狙ってその特定の地にやってくる、それっていうのは現地民とその征服者の対立構図、圧力みたいなのが生まれる、それとロシアがそのウクライナに攻めてくる状況が似ているんじゃないか、共通点があるんじゃないか、だからクロンダイクにしましたよみたいなことをインタビューで述べています。そんな、作品世界が引き裂かれる時は6月17日よりイメージフォーラム、シアターイメージフォーラムにて公開となります。これ以上は言いません。もう実際に、あなたの目で見て衝撃を受けていただければなと思います。それではまた今度。